こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ初心者必見、大人気のプラモデルの戦車でコツコツ稼ぎたい方必見、マニアおすすめの副業ですよというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。この動画ですね、このタイトル通りですね、プラモデルの選手って意外に売れてますので、ぜひね、紹介させていただきます。はい、こちらですね、プラモデル選手と入力していただきましてですね、こちらですね、新品ですね、総力込みでやってください。はい、そしたらこういったようにいろんな選手でできますね。はい、例えばですね、これは UCC のおまけですよね。はい、こういった、なんかそう、マニアックというかね、おまけの ANZ のプレミアムコネクションですね。はい。こういったのを、これ使ってないっても新品ですよね。こういったのを売ってる方もいますね。はい。その他なんですね。例えば今こちらを見てびっくりした、ワールドタンクミュージアムっていう、これコンビニのお菓子なんですよね。ちょっと僕わからなかったんですけど、この玩具売ってる方非常に多いんですよ。すごいね。こう見てて、いろんな方がいるんですけど、もちろん完成してるのもありまして、これかな？これ見てて分かるんですけど、これが、そうですね、ワールタンクミュージアムですね。はい。で、これって多分、これ、新品なんですけど、多分、中古でも売れると思うんですよね。これ、相当売れてると思うんで、これミュージアム1とかあるんですけど、これなんか種類があるみたいで、それをね、まとめて売っていただければね、結構儲かると思うんですよ。逆に。はい。あとですね、100円ショップでもなんか結構マニアックな戦車。この軍事ですね、軍事は5戦。ダイソーのプチとか、これありますね。はい。ダサプチブロックですね。こういったのもなんか戦車系ですね。レーシングとかこういうの。ありまして、こういうのまとめて売って入れても680円ですよ、これ。これ100円かかんないんですけど、まとめて売れているので、ぜひこういったプチ玩具で結構昔出た商品って結構欲しい方っているじゃないですか、集めてて。で、プラチナ価格って出せると思うんですよね。こういう箱のプラモデル4000円ですよ、高いですよね。これ1万1000円とか、すごい高いですね、これ。これはもともと市販品かな。市販の製品かな。そうですね、2000円口。これ開封してないです。金ピアないですね。これは、現行までか分かんないですけど、昔出た商品かもしれないですよ。なので、戦車とか、こういう軍事のおもちゃとかプラモデル持ってる方で、全く新品の方ってすごい、1万1000円ですよ、これ。儲かると思うんで、ぜひね、出品していただくといいかと思いますね。ぜひね、試してみてください。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマルチマニュアル、プレゼントします。ニックリンからスタンプをお願いします。あと、YouTube か質問一切受け付けません。LINE 登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。